エルネスト・レクオーナ・カサドは、キューバの音楽家。20世紀前半のキューバ楽団では、多方面にわたる作曲活動の傍ら、ピアニストとして、またバンドマスターとして、世界的な演奏活動を繰り広げた。ハバナ近郊のガラバコアに生まれる。3歳から姉、エルネスティーナにピアノを学び、5歳でピアニストとして最初の公開演奏会を開く。11歳で最初の作曲と作品の出版を行い、14歳でハバナ国立音楽院に入学。1913年に17歳で金メダルを得てピアノ科を卒業した。この間、作曲家のホアキン・ニンに作曲を指示。1916年にニューヨークのエオリアンホールにおいてアメリカ合衆国デビューを果たす。これ以降はアメリカに定住し、1930年代にはバンド、レクオーナ・キューバン・ボーイズを率いて、アメリカ国内から中南米、ヨーロッパまで演奏旅行を敢行、華々しい成功を収めた。録音活動も積極的に行っている。1946年にメンバー間の軋轢とバンドの分裂により、バンドリーダーとしての活動から離れ、キューバに帰国したが、レクオーナ・キューバン・ボーイズそのものは、レクオーナ没後の1970年代半ばまで活動を継続しており、レクオーナ本人とバンドの間では、手紙や電話によって接触が保たれていた。1960年に、レクオーナは革命政権に馴染めずキューバを去り、タンパやフロリダなどを転々とした後、カナリア諸島サンタクルスでテネリフェ滞在中に臨終を迎えた。墓地はニューヨーク州ホーソーにある。レクオーナは優に600曲の作品を残しており、クラシック音楽以外に、ショーやレビューミュージカル、ラジオ番組や映画などの商業音楽も数多く手掛けた。サルスエラも残している。自作のピアノ曲からポピュラー音楽への編曲も、数多く、シボネイや、そよ風と私は分けても有名。1942年の Always in My Heart はアカデミー賞にノミネートしながら、ホワイトクリスマスに惜敗した。レクオーナは、中には、復調性を取り入れた作品も残しているものの、おおむね19世紀末のフランス近代音楽や、スペイン国民楽派の影響が著しく、基本的には、ロマン主義の作曲家であった。ワルツやマズルカなどのサロン的商品はサンサーンスやホーレ、シャミナードの影響を見て取ることができる。カリビアンビートやキューバの民族音楽に影響されたピアノ組曲が多数あり、これらの曲集ではアルベニスの影響が顕著である。また、リズムの組織化においてラグタイムの影響も明らかである。長らくポピュラー音楽のミュージシャンとしてのみ記憶されてきたが、近年の中南米出身の作曲家への体系的な関心からサロン用のピアノ商品を中心に再評価が進められつつあり、とりわけスウェーデンのレコード会社 BIS では一時期集中的にレクオーナ作品の録音とリリースが相次いだ。日本でストリップ劇場やザ・ドリフターズのコントの演出に使われて一世を風靡した BGM のタブーはレクオーナの名マルガリータ作曲の同名のヒットソングが原曲である。ありがとうございます。